ちゃ上手に来ました。私が作ってるものは取らなくていいので、あのいつももらうんですよ。的な繊維で入れちゃうと溶けちゃうんですね。だから朝の、はい、朝ドングロスです。これを使います。ここでドングロス。ドングロス。落ちたよ一つ。だよね。拾うね。待てて。何くん？ゆうくん。ゆうくん。いなりずつ見えた。やるな。お腹空いてるかな？ああそうかもね。それでゆうくん空いてる。すごいとこから入る。わー。どこにいればいいですか？暑いよ。すごいすごい。わー。あの、サーモグラフィーがそもそもついてるやつがある。あ、仕事上に使う。では始めます。はい、皆さん集合。いつまで食べてみてください。いいですか。嬉しい。いただきます。どうも。柔らかい。あの臓器だからね。柔らかい。美味しい。同僚になるために増やしとかなきゃいけない。はい、で、水に入れることで、あの麦とお米と合わせて炊けるので、一緒に発酵していく。で、玄米もね、これ5カップぐらい。普通、あの白米も入れる時があります。あ、そっか、玄米で、まあ、あの米と麦とで一緒で合わせ麹にしちゃうんですよ。
さびの畑、わさび、水がきれいだなってね、わさびができないらしいので。